東側にシュガービックリガードとは、池袋駅南端に接する鉄道橋及びその一帯の通称で、正式名称は、鉄道橋が都道池袋か道橋、道路が池袋南交差であるが、本港では通称であるビックリガードと記述する。当初は国鉄のみをガード下でくぐり、西部池袋線は100メートルほど北側を踏切で越えていた。 名場によると、JR 側は東京工事局設計で昭和37年8月31日竣工、西部側は西部鉄道設計で昭和35年3月竣工であり、現在の形になったのは1963年10月のことである。2005から6年には西部線側の耐震補強、改修工事が行われ、歩道の照明などが更新されている。 2014年以降、池袋駅100周年記念事業の一環として、隣接していた西武鉄道ビルを含む再開発事業が行われ、2019年3月にダイヤゲート池袋が竣工した。豊島区の中核である池袋は、東西連絡路が少なく、駅北の池袋大橋と並んで、東口側と西口側とを連絡する要所となっている。鉄道は、 西武池袋線と JR 山手線、埼京線、湘南新宿ラインが通っている。車道は、駆動で、東行きが3車線、西行きが1車線に配分されている。これは、東側がすぐ5さろがあるため、歩道も階段や自転車用スロープが付けられ整備されている。歩道橋は両側にあり、池袋南交差東側歩道橋は1963年、 池袋南交差西側歩道橋は1991年の設置となっていて、歩道とともに区が管理している。底部には信号付きの交差点があり、南池袋から明治通りに連絡する豊島区道と JR 池袋駅構内のそれぞれ入り口となっている。2006年に区道両側の森土壁面に水道、バタ美術学院の協力で、 落書き対策を兼ねた色測かるたの図案壁画が描かれたが、翌年末の改修工事により、来校は撤去された。旧鶴巻川の低地を利用した大きなくぼ地構造になっているため、区の排水場が設置されているが、大雨時は道路冠水することもあり、注意が掲示されている。ここが通行止めになると、 目白ロ通りや池袋駅北側の川越街道まで1キロメートル以上迂回することになる。休日になると西部百貨店を利用する車で混雑する。びっくりの由来については諸説があり、後の時代に追加されたとおぼしきものもある。などであり、色測るカの説明プレートでは高音説が紹介されている。その他の説として、戦前東口側の出口は、 クランク状になっており、その近くに馬車の操車場があった。当時は馬車の交通が激しいにもかかわらず、道幅が狭く、馬車一台と人がやっと通れるくらいの道幅だった。戦前の鉄道のガード下は、鉄道が通るたびに大変な騒音が発生し、焼けた石炭が落ちるため、歩行者は走って駆け抜けていた。ところが、出口の見通しが悪かったため、馬車の花面と、 しばしば鉢合わせをすることになった。これがびっくりの由来とされる。ありがとうございます。